頼まれた片付けはこれでおしまいっと。朝から頑張りすぎたかな。貧血でめまいを起こしたみたいだ。キャー、そんなお屋敷の地下にこんな隠し部屋が。誰か助けてくださいまし。今のは琥珀さんの悲鳴。くっ、嫌な予感しかしないけど、見て見ぬふりはできないか。大丈夫ですか、琥珀さん。またよからぬ実験の…で…ここは一体…あ、看板がある。なになに？この屋敷はグレートキャッツビレッジが上州した。シリーズも重ねたことだし、かねてから一度はやりたかったボスラッシュモードを実装いたします。つきましては、制作費として遠野家の隠し預金をいただきました。あと、なんとなく地下中枢に銀河破壊爆弾とか仕掛けてみた。爆発まであと1時間です。メガネ様におかれましては、年々薄くなっていく主人公としての存在意義をかけて止めてみるのも良いのではないでしょうか。にゃんこ。あれに心配される俺の立場って一体…いや、今はそれどころじゃない。遠野家のピンチだ。俺が何とかしないと。よく来たな、四季くん。やはり我々の喉をコロコロする職場への思いは立ちがたかったと見える。さて、ナイフはどこにしまったかな。にゃー、またも。なんか視界の隅でかわいそうな人がいるけど面倒だから気をするかというリアクション。割烹着や妹を踊らせるのは得意にゃんだけどな。言うの言うな。どうでもいいものは本当どうでもいい人間性こそ私らの天敵と見た。のれんに腕押し、長いものには巻かれろ。斬鉄効かぬこんにゃくゼリー。例えるなら、文庫本を読みながら片手間に愛病の喉をコロコロするような、まっすい。おお、あまりにも憎おしい。盛り上がってるところ悪いけど、そろそろいいかな。要するに、猫が一人目のボスで OK？ ば、訴訟を起こしますよ。私がボスだったら、キノピオ王国のクリボーでもボスだっての。24戦中24敗をなめんにゃ。そうだよな、ボスっていうよりボトムズだよな、お前。その通り。なので、ユーの相手をするのは歴代ボスの皆様です。だが心せよメガネ、私は3戦目でキングネコアルクとして登場する。それまで体力をにゃんと残しておくといい。気は乗らないけど仕方ない。行くぞ。弱いってどんな気持ちかにゃ。ようこそ、猫のいない夢の国に。歓迎するわ、やる気のない主人公さん。レン、あれ、3人目ってあれじゃないのか。ああ、あれ、あれなら、騙された。私は騙された。何が魅惑のボスモードにゃ。夢のある話は猫耳モードだけにしておけ。ご覧の通り、私が全滅させておいたわ。ここは最強を決める勝ち抜き戦ですもの。こんなブサイク猫に出番はないでしょ。じゃあ次の相手はレン。あ、そうか、さっきの2人は1作目のボスだから、この後は2作目のボスってこと。察しがいいのね。私も本気で遠慮なく踊らせていただきますわ。色物としてのキャラ立ちもこれで挽回よ。おめえを挽回。さすが猫王国期待のプリンセス、ますます完成していくにゃ。お黙りなさい。にゃー、次は茨城名物あんこう鍋とか用意してほしいや。
そこ呆れない、私だって本当は強いんだから。半端なアークドライブより強力な必殺技ワルツワーズワイトを見せてあげるわ。気は乗らないけど、ちょっとワクワクしてきたかも。雪設置だの分身だのビームだの、メカと私以外はこやつらと飛び道具合戦するのは避けた方が無難だね。屋敷の地下のはずなのに空がある。地球空洞説、シャンバラとかパンゲアとかその手のオカルトか。あの奥にあるのいつぞやの巨大ロボじゃないか。ふっふっふ、さすが屋敷さん、説明台詞を言わせれば三本指に入るお方。そう、ここは量子演算機ヘルメスが作り出した終末世界、そしてフードをかぶった謎の黒幕こと私、琥珀さんだろ。初めから分かってますから無理に盛り上げなくていいですよ。すべてお見通しだったのですか、四季さん。そりゃ慣れてますから。それよりここ早く片付けないと、秋葉が帰ってきたら大変だし手伝いますよ。慣れているという件にはいささか傷つきましたが、四季さんったらなんとお優しい。その優しさが秋葉様に少しでもあれば。よよよ、いやほら、秋葉の留守中に騒ぎが起きたら結局叱られるのはこっちだから。苦手苦手と言いつつも、秋葉様優先で気を配る四季さんに複雑な憂いを覚える女中心。でもでもそこは華麗にアンバーする。お言葉ですが片付けなど必要ありません。なぜってこの計画は秋葉様の許可をいただいているのですから。え、でも冒頭で猫がほら、あんなブサイク猫などもはや一番の小物、ボスラッシュとは偽りの名。この戦いこそ新ヒロインを決めるトライアルなのです。いやその理屈はおかしい。シエル先輩もシオンも翡翠もいないし、そもそもワラキアとかいなかった、あいつ男だよね。いえ、それがシオンさんたらドバイでのマネーゲームがお忙しく欠席だそうです。ワラキアさんはその代理だそうです。ですがご安心を、翡翠ちゃんならここにいます。カモンメカ翡翠ちゃん。ピーピーごめん入れいよドクター。いや、そこはちゃんと翡翠を呼んであげるべきじゃないんですか。の、断じても。翡翠ちゃんに怪我をさせたくない姉心分かってくださいまし。妹そっくりのロボットを作る姉心もわからないけどね。ところでシエル先輩、では第3ステージ開幕です。メルティブラッドアクトレスアゲイン編開始ですよ。おお、これが SF の力。なんという破壊力。メカとメイドとロボとエジプト、本気なんだな。悪き境をラウンド万物を救済するファイト。これでおしまいだな。他にめぼしいボスもいないし、いてもどうせ猫関係だろ。それはどうかしら。今までの相手は舞台が用意しただけの作られた強者、いわば形だけのボスキャラです。強さとは観客が認めたこそのもの。数多くの対戦の果てに頂点に立った者こそが真の強者ではありませんか。その声は。ごきげんよう。よくここまでやってきましたね、兄さん。最後の相手はこの私です。え、なんでアキハが。お前別に反則的なスペックなんて。いや、お前は H アキハ。まさかまだ残っていたというのか。フッフッフ、そうですよ。何を隠そう、あのアキハ様こそ最悪の強キャラ。アクトレスアゲインがバージョン A になる前に全国で猛威を振るったダイアグラムぶっちぎりナンバーワンの H アキハ様です。うん、お手軽なめくりジャンプし、超防御力超ラッシュ力、
そのあまりの強さから町には H 秋葉が量産されたという。まさに H 地獄、いや天国。イニシャルで呼ばないでください。 H はハーフムーンの H です。それと強すぎたのは私の責任ではありません。だよね、 H スタイルに関してはシキッチも強く言えないよね。なーにあのタチロクシーの女性の。当の兄弟はロアにひどいことしたよね。いや、そのあたりの話は多めに見てもらえないかと。そんな言葉は不要よ兄さん。弱キャラには弱キャラなりの矜持があるでしょうし、そもそも個体差がなければ戦いは盛り上がりません。持ち合わせたテンプ、持ち合わせた欠点を振るってこその戦いです。平等を歌うなんて逆に相手に失礼というものよ。虎は生まれつき強いものと竜慶先生もおっしゃっています。調整は時の運、今回はたまたま私の性能がおかしかっただけの話です。キャー、さすが秋葉様。お前が言うなーなんて総ツッコミを恐れもしない暴虐ズム炸裂です。くっ、いつものことだけど、なんて思いやりのない発言か。もはや兄として、いや主人公として見過ごせない。いいだろう、やってやる。正直、あの詐欺臭いハーフアキハとはもう一回ぐらい戦ってみたかったんだ。ええ、それでこそ遠野家の長男です。最強の座をかけて最後の再演といきましょう。これが全国のプレイヤーが味わった地獄の片鱗だ。 H 秋葉のもっとひどいところを見たい人はネットでググるがよい。さすがですね兄さん。少し悔しいですけど、ここまで見事に任された以上、最強キャラのタイトルは兄さんにお譲りします。どうも。いや、嬉しいような不名誉なような。でもできれば次はおとなしめの勝負にしよう。お前美人なんだから、もうちょっとおしとやかにしないともったいないだろ。え、兄さん、それはどういう。ストップ、ラブコメ展開に持っていこうなんてそうはいきません四季さん。それに H 秋葉様が最強なんてとんでもない。恐れ多くも秋葉様は遠野家当主の中でも最強のお方。この程度では終わりません、琥珀的に。はい、ふっふっふ、真の勝負はこれからです。秋葉様には第4のスタイルがあることをお忘れですか。第 4? クレセントでもフルでもないハーフでもなくて、企画段階でボツになったイクリプスはないよな。 CFH、 ちょっとまさかとは思うけど、名前の前にアルファベットがつくのって以前。あれ、嘘、注射なんてされてないわよ私。アキハ様を信用していなかったわけではありませんが、万が一に備え朝食にマキキュー XAA を購入させていただきました。って、第4のスタイルってそれが。それもただの G ではありません。前回の出落ちから復活を遂げた G アキハ様はまさに悪夢。そう、さらばアキハなんてキャッチコピーをガン無視して登場した G アキハナイトメアなのです。ちょ、もうまたこんな目に。元に戻しなさい琥珀、悪ふざけが過ぎるわよ。何をおっしゃるのですアキハ様。タイプムーンヒロイン数あれど巨大かなんて恥ずかしめを受けるのは後にも先にもアキハ様お一人だけですよ。おだてたつもりなのかしら。あれ、うまく褒めてませんでした私。いや、恥ずかしめとはっきり言ってました。しまった、楽しすぎてつい。巨大化なんて特例が許されるのは高貴な秋葉様だけですよ。
いいから今すぐ返しなさい。あなたはあれ。さて帰るか。俺の妹はさっき死んだことにしておこう。聞こえていましたよ兄さん。この惨状を無視して一人で帰るつもりですか。え、いや、そろそろ夕方だし、アルクエイドとの待ち合わせが。いいわ、私も開き直りました。その定型文も聞き飽きてきたところだし、一度きついお灸を据えて差し上げます。私の開けで目を覚ましなさい、この僕年人。すでに別ゲー。ジャンプ攻撃を当てろ。空中ガードに徹しよう。あと諦めるな。天井が崩れる。まずい、このままじゃ生き埋めに。いた、あれいた。アキラ様、重い重いです。ちょっと腕をどけていただかないと、こっそり一人で逃げられません。よし、当面潰される心配はないと知って。悪い、先に地上に戻ってるぞ、二人とも。そんな、こんな N で G なアキラ様と心中しろとおっしゃるんですか。そうね、それも悪くないわ。この諸悪の根源を道連れにすれば、うちも少しは平和になるでしょうしね。やけになってはいけません、アキラ様。今度のお薬の効果はちゃんと半永久ですから。私がワクチンを作らないとずっとそのままですよ。結構です、もうあなたには振り回されません。ここでもろとも滅びなさい。なんとか助かったか。二人とも巻き込まれたようだけど、まあ、アキハがついてるなら大丈夫だろう。だよね。しかし、これが悪の末路。キャラ性能もほどほどにってことかにゃ。琥珀もバージョン A から大概だしな。ま、お前、ちゃっかり助かったのか。当たり前にゃ。そもそもこの地下王国はあたしらの縄張りだし、常連になればなるほどメインシナリオから見放されるのが炎の定め。ユーも主役でありたいならあんまり近寄らないように。ああ、それはもちろん。頼まれたって近寄らないよ。じゃあそろそろ帰っていいかな。妹と使用人が土砂に巻き込まれてもさらっと流すそのクールさはどうかと思うが、まあ行くがよい。今回は我々の敗北にゃ。だが心せよ、次からボスラッシュモードは随時解放。いかなるキャラの挑戦も受け入れる。あんな出落ちキャラじゃなく、本当の強者、真のヒロインに出会いたくば、君よ、もう一度戦うがいい。え、それはどういう意味。さらばだ少年。